はあっとなあ、はあっと、はあっとなあっとなあ、寒いなあ、寒いなあ、ちょっと角に寄ろう。寒すぎる。待って、今日さ、新年明けて初配信なんですよね。そういえばなんか言っとこう。明けおめ、いや明けおめしなくていいや。明けおめ、はい、そんな感じです。今日はそんな感じです。講演ありがとうございました。全然配信してなさすぎて本当にすみません。はい、少し、はい、元気になりました。そうな、親戚の家に行ったりしててね、ちょっと配信ができる環境じゃなかったんですよね。すみません。気持ち4期生に聞かけてたな。お年玉ね、まだもらえるんだよ私。一応いとこの中で私が一番年下だからね、多分まだまだもらえる。でもいとこの子供が小学生ぐらいになったら私はもらえなくなるのかなと思うけど、いとこの子供が小学生になったら私も普通に成人してるからもらえなくて当たり前じゃん。多分結構まだもらえると思う。4期生とは仲良くなった？だって、え、仲良くなったよ、仲良くなったよかな、仲良くなったかな。仲良くなったかな。ちょっとね、あんまりまだ話してないんだけど。まあね、先輩になったことがないんでね。え、なんて呼ばれてるの？だって、え、わかる？なんて呼ばれてんの私。だってさ、なんかスイスイと話してた、なんか何があったか分かんないけど、あの私が4期生のこと話してて、あのスイズさんがって言ってて、それで「え、スイズさんって呼んでるの？」っていう話にはなった。4期生のこと「スイズさんって言ってんの？」って。それもその子スイスイよりも年上なわけ。え、スイズさんって呼んでるの？じゃあ私はなんて呼ばれるんだろうって感じ。鈴木さんなのかな。なんかちょっと距離感じるよね。
ちょっと距離感じるよね。リリカ様どうなんだろうね。全然いいけど。いやー、だってね、同い年の子にはちょっとなんかそんなになんか同い年の子にはとか言って、でも年下の子一人しかいないけど、同い年の子にはなんかそんな鈴木さんとか呼ばれるとちょっと悲しいかも。え、今鈴木さんって呼んだってなるかも。ちょっと悲しい距離感じてる。あーでもそうだよね、距離は先輩から縮めるもの、確かにね。だって私だってさ、確かに先輩にすいませんご飯行きませんかなんて言えないし、言ったこともないし、3期にも言わないのに。うん、確かに先輩から行かないとさ、だってさ後輩からさ行きませんかっていうのって、なんか私におごってくださいみたいな気がしてさ、なんかちょっとさ、なんか言いにくいじゃん、後輩から行くのってね。だから先輩から言わないとだよね、普通。そういうな何々って呼んでねとか、距離は距離縮める系はさ先輩からやんなきゃ確かにダメだよね。そりゃそうだよな。うん、確かに。うん、確かにね。そうだよね、距離。でもね、私ね3期生のこともね割とね、そんなわちゃわちゃしてる方じゃなくて、そんななんかそんな、なんかレッスン終わりどっか行こうよとかでついてくタイプじゃないんだけど、私は。そうだからね、きっとね私は4期生のこともなんかふわふわっとしたぐらいの中でいるんじゃないかなと思ってるよ。適度な距離感。そう、花江ちゃんのことは私が誘ってるイメージ。そうだよね、それはそう、花江ちゃんは連れ出してる、私が。そうだな、うん。そんな感じです。めっちゃ懐いてくる4期生いるかもよ。だっていなそう、私にはいなそうだね。ハルチュンとかだったらまあなんかフレンドリーな性格だからいるかもしれないけどね。私は多分なんかちょっとニコニコしてる人ぐらい。南川軍団作るみたいだし、だって本当に何やってんのだよ。南川軍団って何ですか本当に。南川軍団ね、果たして入りたがってくれる子はいるのかな。ジュン、私は軍団作る予定はないですね。そんな、でも軍団は作んないけど、仲良しグループみたいな、表でね、裏のグループじゃなくて
仲良し、ここはなんか中学生ですね、小組です、グループのみたいなのはあっても面白いかなとは思うよ。そうそう、私の名前が入る、私がメインのとかじゃなくて普通にみんなの、そうがあっても面白いかなみたいなのは思う。おつぼねさんみたいな、おつぼねさんの逆、そう、年少組グループ、そう、私はさ一瞬頭の中でさ、あの中学生までのグループとかって私言おうとしたんだけどさ、中学生までのグループ作ろうとしたら私さ作っておきながら一瞬で抜けるじゃん私が中学生のグループ作っておきながら一瞬で抜けるよ、中3だからふっ今作っても一瞬で抜けるけどやばいまあそれだったら中学生に限定せずに NGT の若い方から数えて何人までとかいう風にすれば、何人までってするとやばいか、若い方から数えて早い人たちの誰かが入れるぐらい、若い方の人が入れるで、なんかあれば面白そう。5、6人とか5、6、7とか中高生で、でもさ中高生ってさ、中学生って子供かあるけどさ、高校生高3とかになってくると意外ともう大人感出てくるよね、結構。そう、どうなんだろうね、学生選抜ね、学生選抜といえばあれだよね、大人になる前にだよね。下から5でもリリカ様入るのかだって、あそうだよね、下から5でも私は入るよね、よねとか言って、でも誕生日の問題は入れずに考えてでいいかもね。2000何年生まれかで考える。入るんだ。なるほどね。マリナさんじゃあマリナさん、マリナさんをリーダーにしますか。年少組とマリナさんがトップ、年少組5人とマリナさんがトップで始める。マリナさんを尊敬する会マリナさん買ってきます、何でも買ってきます。え、何が欲しいですか、何でも買ってきます
逆に買ってくれそうだって。確かに。でも確かに、すみません10円足りませんでしたとかあれば10円もらえそうだな。確かにマリナさんなら。1万円足りませんでしたわ、やばい。1万円足りないわ、やばいわ。それ何買ってるかにもよるけど、ほぼ足りてないぞ。サミのサミ、こってはサミ。でもおつぼねさんの感じ、雰囲気とかがすごい好きなんですよね。なんか特別公演みたいな、青春時計の時の公演とか DMM で見てみたんですけど、ああこれがおつぼねさんかって思いました。このおつぼねさんはすごいと思った。なんか MC の感じとか曲の感じとか、わーって感想、わーわーって思いました。マチャゴナのパフォーマンス大人っぽいのかな、どうなんだろうね。大人っぽいくはないんじゃない。あ、カイリさんとミュウミュウさんもおつぼねさんなのかな、どうなんだろうね。あうわうわ、マチャゴナ確かにどういう気持ちでやってんだろうね。中学生と思えない。愛の意味をのところ好き、ありがとうございます。え、そんなに大人っぽく見えるの、なんかそうなの。なんかどういう気持ちって前聞かれた気がする、先輩。確かにどういう気持ちなの、あの時。どういう気持ちなんですかね。歌い出しうまい、やったね。ふう、不思議なマッチ感。MC とは大違い。マチャゴナね、でもね、面白くないもんね。MC でさ、大人っぽいっていうの、なんかネタの時とかじゃなくて、普通に喋り方がなんか大人っぽすぎても、楽曲でもう大人っぽくてもあんまり面白みがないじゃん。曲やってる時に面白みとか考え出すともうキリがないけどさ、ね。どうやったら公演見てて面白いかなとは思うけどね。うん、
キャプテンさん常にあざとい、そうだよね。みゆみゆさんあざといキャラいいよね。いいよな。どこでもなんか、でもそれが本当の性格じゃなきゃ結構さきついじゃん。やっぱりなんか自分のさ頭の回転が追いつかなかったりするじゃん。だけどさ、あれがさ自分の本当の性格だと思うのね、みゆみゆさんは。だからなんか頭の回転とか気にしなくてもすぐにあれがパッとできるからすごいですよね。あれがそう素でできるっていうのがすごいな。私は頭の回転を早くしないと、早くしても思いつかないかもしれないから、あれはすごいなっていつも思ってる。そうナチュラルあざといなんだよね多分元から。そうだからあのアイドルじゃない時でも、アイドルじゃないステージじゃない時でも、なんというかあのみゆみゆさんですっていう感じ、なんて言うんだろうね、よろしくお願いしますみたいな感じ。私もそうなん、なんかすごいなーって見てて思ってます。すごいあのまんまなんですよ本当に。だから多分多分家とかでも多分手とかここら辺にあるタイプなのかなってよく思います。そうですね。だから私もなんかそこの領域まで行ければなんか MC とかなんかあんまり気にしなくても、なんかすっごいなんか気にすることなくてもいろいろ話せそう。そうでも私はあざといキャラでやってないから、なんか気にしながら普段喋ってることもないのかそうだな、あんまり、うん、そうだな、どうしたらあざといんだろうとかあんまり考えてなかったかも。リリカ様はリリカ様の良さが出てるから大丈夫だってどうもどうも。みゆみゆさん友達の可愛い走り方とか真似したらしい。ああ、やっぱりそういうなんか努力もあるんですね。研究熱心。多分、手首を返して走ってるのかな。ああ、なるほどね。すごい勉強になります。体育はいかに可愛く見せるかの授業だっただっておもろい。私はね、体育はその時によるけど、いかに体力を使わずに1時間終わらせるかですね。そう、いかに体力を使わないか。だからハードル走でハードルのレーンとかに並んでる時も、一番長い列のところに並んで、
ちょっと不安になってきたなとか言って一個低いところにもう一回並んでみて、まあしょうがないからそこでもう一回やって、それでもう一回長い一番長い列に並んでみて、どうしようかなとか言って列変えてみるみたいなどうしようかなってそうやってる。ハードルの時はやっぱり不安になってきたなこの高さとか言って、うん、皆さんもぜひね、飛び箱とかでもそうだけど、いやーこの高さ不安になってきたなとか言って、ちょっと低い飛び箱を簡単に済ませてからもう一回高いところに並んでみるみたいなそうそう、でもさ、ドッジボールとかバドミントンとかそういう系は終わったなと思いながらしょうがなくやってる。そう、そうそう。でもね、ドッジボールが私一番体育の授業で嫌なんだよね。ドッジボールこそ一番嫌だ。だってさ、男子とかがさ、ありえないぐらいさ、あのなんていうの、円を描く投げ方じゃなくてピョーンっていうボールの、当たったら痛いだろっていうボールの飛ばし方をしてるから嫌い。当たりに行って外野に行けばいいとかそういう問題じゃなくて、当たるのすら嫌みたいな。そう、だってさ、こうで投げてんだよ、こっちじゃなくてボーンじゃなくてこうで投げてるから、そう、痛い痛いって、それは痛いやろっていつも思ってる。キャッチさせたくないからそうなるんだろうね。だってでもさねえ、そう、くねくねして逃げよう。だってそれはね、でもね、でもね、なんか誰が投げる誰が投げるとか言って、あの女の子が、あのいいよいいよ俺ばっかり投げてるからみたいなので、男子が譲った時に投げた女の子のボールで当たっておくと、あの後先楽、そのターンが来ると当たった方がいいよ。うん、そう、みんなそうなんだよ。そう、男子が女子に譲って「私が投げていいのかな?」ってしてる子のボールに当たっておこう。そうすればその女の子も「あーやっと当てられた、よかった」って、その女の子もさ責任感を感じずにさ、ウィンウィンじゃんね。あの女の子もさ周りに責められないからさ、ウィンウィンじゃんね。そう、そう、本当にね、小学生の頃からドッジボールだけはね苦手なんですよ。本当にドッジボールと鬼ごっこだけは本当にね嫌いだった。鬼ごっこが嫌いって話前もしてるよね。結構前も何回かした気がするけど、人に追いかけるっていう状況が心臓に悪い。追いかける側だったらいいけど、それもそれで疲れるし、追いかけられるって心臓に悪いよ本当に。ここで本気で走らなきゃタッチされるっていう、なん恐怖心、あれはちょっと無理ですね。そう、かくれんぼだったらいいんだけどね。そう、隠れ鬼
はちょっとやだ、心臓に悪い。うん、そうですね。そう、かくれんぼはドキドキして楽しい、それはわかるかも。かくれんぼだったらまあいいよ。鬼ごっこで隠れてたわ。だってでもさ、小学生中学生の鬼ごっこってさ、大体体育館とかでやるじゃん。だからさ、隠れようにもさ、隠れられなくない？あんな真四角の部屋の中でさ、どこに隠れるのっていう感じ。どこも壁だよ全部っていう。私もね、本音を言うと隠れたかったんだけど、隠れる場所もなくて、六木の後ろとかも鹿ぐらいしかないからね。うん、ね、わかる。かくれんぼで見つけられないからって言って途中でやめられたら悲しいよね。あー、もうあと一人見つからないからやめちゃおうとか言って先に公園とかで帰ってたらさ、隠れてる側の子かわいそうすぎるよね。え、帰られたんだけどってなるよね。ガチで隠れすぎると放置。そう。ああ、だるまさんが転んだね。ああ、だるまさんが転んだはね、割と好きだったよ。だるまさんが転んだは、あのね、止まるっていうことが面白かった。そう、止まるっていうことが面白くて、ん？違うよね、これだ。そう、あ、六木気になってる人多いな。六木って皆さん多分一回は登ったことあるでしょ。六木っていうのはあれですよ、はしご、木のはしごみたいな、木の登りやすいはしごみたいなやつ。でもあれでなんかてっぺんまで行ける人すごいなってマジで思う。あれはそう、木で登れるやつ。六木、そうだよね、降りるの困るよね結構。六木はさ、表側から上まで登ってさ、こっち側にさ、あのさ、足またいでさ生きる人さ、天才かなってずっと思ってた私。あれなんで登れんのって感じ。六木は木の登りやすいはしごみたいな感じ。壁にこういう風になんかついてる、くっついてるようなはしごみたいな感じ。でもさ、あの六木のさ、高いところからさ、ジャンプしようぜみたいな感じでさ、ジャンプしてる人いたよね。なんであそこからジャンプしようっていう発想になるんだろうって思ってた。小学生って結構さ、ジャンプしたがりじゃない？階段の高いところからジャンプしてみようとか、六木の上からジャンプしてみようとか、ブランコで一番高いところまで行ったらジャンプしてみようとか、ジャンプしたがりじゃない？でもさ、
そういうことをさ、チャレンジしてる子がさ、よくさ骨折とかしてさ、腕こうなってさ学校とか来るよね。そういう子が割と。ね、私人生でまだ骨折とかしたことないんですよね。そういうね性格じゃなかったんだよね。ジャンプしてみたいなとか。そうそうそう。だってさ、まあ遊園地の乗り物とかならまださ安全が保証されてるじゃん。だけどさ、自分からジャンプしに行くってことはさ、怪我する割合50、怪我しない割合50とかさ、そういうようなもんでさ、なんていうの？いるわけじゃん。そう、怪我するのが普通にあるからやりたくないっていう。そう、安全が保証されてるんだったらやりますけど、安全じゃないですよねって思ってた。そう、リスクしかない、わかる。そう、私痛いの嫌いだったからね、ちっちゃい頃から。それがスリルとロマンス。嘘でしょ。本当にさ、怖いよね。でもね、お父さんとかも車を持っているのにバイクに乗るんですよ。それはなんか、これはなんか男のロマンなんだよみたいな。なんか風を切って俺は乗っていたいんだよこのバイクに、みたいな、俺のロマン、俺の男気みたいな、そういう感じでバイクに乗ってるんですよ。車持ってるならバイク乗ると危なくないって思うけどね。でもそれはきっとなんか、これが男のロマンなんだよへっていう感じなんだろうね。ね、私も何を言ってるか分かんないよ本当に。あのね、年を取っても風邪を切って痛いんだ俺は、みたいな。ちょっとよく分かんないですね。バイク勝手に売ろうだって。本当にそうしたいぐらいだよね。そうなんでしょ、ただの移動手段ではない。そうだよね、なんかどこかに行きたいんではなくてバイクに乗りたいんだよね多分ね。その場所に行きたいんじゃなくてバイクに乗りたいっていうことなんでしょう。でもさ、マリオカートぐらいでとどまってくれればよかったんだけどね。マリオカートとかだったらさ、よかったんだけどね。私も好きだし。風を切りたいのならさ、マリオカートでダメなの？ダメなのね。カートじゃ風感じない？それならなんか映画館とかちょっと椅子とか動いたりとか匂いとかしてくる系の映画館。それじゃダメなんですか？
自分でそれを動かせたならいいのかな。扇風機置く？扇風機、扇風機置いて風感じる。おお走ってるなーって。でもさ、バイク好きな方にめっちゃ申し訳ないんですけど、自転車とかと違うんですかね。自転車よりバイクの方が速いってこと？セルフ 4DX 、うん、なんかちょっと速い電動の自転車とかダメなの？風感じるしさ、それ男のロマンにならないのかな。それは俺の男のロマンなんだよのさ、お父さんのロマンにならないの？音が聞きたい、そういうこと？見た目のかっこよさ、でもお父さんなんか自転車も欲しい。自転車こがないのに自転車、ちょっとかっこいい自転車みたいなの買って乗ってたりしたんですよ。買って1週間ぐらいは。そうなんですよ、今はバイクにハマってるんです。多趣味だね。そういうわけでもないんだよね。熱しやすく冷めやすいタイプみたいな。1ヶ月間めっちゃこれハマりました、次の月1ヶ月間めっちゃこれハマりましたっていうのを繰り返しながら時が過ぎていく。そう、秋っぽい、熱しやすく冷めやすい、そう、いろんなものを繰り返してる。そうなんだよね。男ってそんなもんよ。だってそうなのかな。アイドルファンだと DD のタイプですね。だっていやー、多分ね、お父さんがアイドル好きだったらね、何個ものグループが好きになって、好きになって飽きて、好きになって飽きてってやってると思う。アイドルにはあんまりハマってないみたいだよ最近は。あんまりハマってるとこも見たことないし。あーでもね、一時期ねハマってたことあったわお父さん。一時期本当にね、1ヶ月ぐらい、あのアイドルとかじゃなくて、まあ、ギター持って歌う系の人にハマってたことはあったお父さん。まあ1ヶ月とかそれぐらい。そうそう、シンガーソングライターみたいな。そうそうそうですね。誰かな。だってフフ私も詳しくは知りませんはい、私も分かんないですね。
でもそんなね有名な感じの方ではなくて、そう現場で見たいみたいな感じでした。お父さんは CD 買うってのも手渡しで買うみたいな、そういう系、手渡しで CD 買ってなんか演奏っていうの見れるのも近くで見てみたいな、そういう感じ。うん。お父さん公園見に来たことありませんね。はい、ないです、ないんですよね。なんでだって特に理由はないかな。なんで、確かになんで、なんで劇場に来てマリナさんにハマってほしい。なぜマリナさん、私は、うん、でもねギターが好きというか、うん、なんて言うんだろうね、なんで好きだったんだろうね。確かにでもその時ハマってなんかねピアノが弾きたくなった時期があったんだよね。まあ時期って言っても3日間ぐらい、うん、3日間ぐらい私のピアノを使って弾きたくなった時期があったんだよ。そう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 。でもまああんまり弾けるようにはならなくてやめていきました。やっぱり小さい頃から習ってるっていいなーみたいなことを、まあ3歳ぐらいからピアノを習ってた私に言ってました。はい。習ってましたがとは思いました。他に習い事何してた。だって私は歌ピアノ、歌ピアノダンス、歌歌ピアノダンス歌かな。でもなんかダンスっていうダンスでもなかったけど、習ってたって言っていいのかわからない感じの感じ、ダンスっていうかね、うん、まあうんっていう感じ。そう、なんて言うんだろうねみたいな、可愛く踊れたらいいねみたいなことはやってたけど、振りを覚えるとか愛それとかじゃなくて、可愛くみんなで踊ろうわちゃわちゃみたいな感じでした。はうん、アイドルのダンスを踊ろうね、踊ろうね、踊ろうよみたいなぐらい、そういうノリみたいな。
そんな感じのものを習ってた。まあ、けど一番ね、でも習っておけばよかったなって思うのはなんだろうな。でもね、ダンス習っておけばよかったなって思ってる。まあ習ってたって言えるダンスを習っておけばよかったなって思う。なんかみんなでエンジョイみたいなダンスじゃなくて、ガチでダンスやっておけばよかったなって思ってる。私は。そう。なんかちゃんと愛それとかする、なんか基礎からちゃんとみたいな、そういうダンスは習っておけばよかったなって思ってるなあ。あとは書道とか、単純に字がなんか字じゃないわ、筆で書いた字がうまいのかっこよくないみたいな。うん、投資や株を習っておくといい。ああ、確かにね。でも投資や株をね、習うってのも難しいよね、結構。自分で調べたりとかね。調べてもね、あれだけど、ミスっちゃうこともあるだろうけど。ねえ、難しいもんですよ。損するからね。そうだよね。でもあんまりそんなめっちゃそんなお金をそんなたくさんのお金で買わなきゃ、たくさん株を買いすぎなければ、そんなそこまで損はしなそうだけど。株や投資の授業ある？だって。中学生はないと思うけど、高校はあるのかな、学校によるのかな、そういうのに特化した学校もあるのかな。人生終わるぐらいだって。切ない。でもあれだよね、株主優待券とかあるやつ、あるなんか会社、何株だったらふふって思うよね。お得だなーと思うよね。ファ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 。保険屋さんの友達が株の授業を頼まれたとか言ってた。あー、保険屋さんね。なるほどね。難しいですね。わかる。学校で株とか習えればさ、なんていうか、すごく世の中の経済というか、なんか回りそうですね。大事だよね。なんかすっごい難しい数学とかよりも、なんていうか、株とかね、生きる上で大事なことってあるもんね。そうだよね。そうそう。配信は21時まで。
です。そうです。よい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 よ、あと1時間ぐらい。全然今は冬休みではありまへん、ありまへん。冬休みは終わってしもうた。くえーくえー、終わってしもったよー。私もうね、長期休みが終わるとあのね、もうすぐに次の休みいつか調べるか。あー最悪だ、夏休み終わった、冬休みっていつからだろう、冬休みはってあと何ヶ月後だから、あと何十何日後だなみたいな次の何ヶ月、まあ何ヶ月は早いぐらいかな、まあ1年12ヶ月だしねと思いながら、次は春休みですよ、次は春休み。でも春休みってそんな、なんか長くないから休みって感じもしないけどね。はいはい、うーん、わかる。夏休みから冬休みの間ってなんでそんな長いのなんでそんな長いの。でもさ、普通に考えてさ、人間ってさ、すごく働くよね。人間っていうか働いている人って大体の方はさ、5日間くらい、まあ土曜日も働くか、大体6日間働いて1日休みでまた月曜日から働いているんだよ。私は5日間学校に行って、まあ放課後になんかある日もあって2日間まあ公園だかなんだか入るわけじゃん。結構ねあるよね。そうだよな、5日間働いている人は2日間で疲れを取るのね。そうだよね、そんな取れるわけないよね。いいね、うん、いいなあいいなあ。休みの日って何しようかな。みんな働きすぎないよ。だってそうだよね、一旦みんな1週間ぐらい何もしないで見ない、みんなに日本人1週間1回何もしないで見る。でもそうすると終わ、なんか電気とか止まったりしちゃうのかな。何も一回しないで見ない
でもお医者さんとかさ、まあ、いくら回してるとはいえ大変だよね。大変そう。でも1週間何もしなかったらさすがにやばいのかな。でもさ、1週間本当に全員何もしないで見ようよ本当に。お店も閉まってる。そう、1週間みんなさ買いだめしてさ、家から一歩も出ないで休める環境を作っておいてさ、よくない何もしないでみよう。それ無理だって。まあね、順番で休むねえ、順番もね。でもやりたいよね、警察も消防も。確かに火事とか起きたら切ないよね切ないとかもう、それはそんなレベルでもないけど、やっぱりね、世の中にはね、いつでも働いていないといけない人がいるわけですね。感謝ですね、ありがとうございます。日本の皆さん、こうしてね、電気がついているのも、安全に暮らせているのも、うん、働いている方のおかげですね。いやー、ありがとうございます。忙しいお医者さん、時間外労働、なんて読むのこれ、年2000時間って1日に何時間オーバーしたらさ、そうなの。365日あるわけで、ん、何時間だ、あ、タワー、ありがとうございます。一日に確定申告順調に進めてますか。確定申告、ファンの皆さんは私が NGT が確定申告ってことは なんで分かるんですか。すごいですね。普通私は全然あれでした、個人事業主、アイドルは個人事業主だと思ってなくて、なんか属してるやんけってずっと思ってたんですけど、個人事業主なんだって最近知りました。なんで個人事業主なんでしょうか全然なんか個人でやってないけどなと思ってる。その営業みたいなしてないけど、なんか団体でやってるけどと思ってます。先輩が大変そうにしてるだって。なあ、契約方法が普通の会社員と違う。あ、契約、なるほどね。その時点でなんかちょっと違うんだね。親がやってくれるの？だって税理士さんにしましたね、私は。ふわふわ。でもなんかね、領収書とかさ、
結構取っておいたと思ってたのにさ、全然なんか全然なんかあんまりなくて、あととりあえず領収書もらっとこうみたいなのも含まれてるから、どれができるやつでできないやつかみたいなの、もうなんかそれも見なきゃいけないから、多分ちょっと結構大変ですよね。洋服はね大丈夫なんですよね。私は逆におしゃべり会で着てない洋服とか存在しないので、全ての服ほぼおしゃべり会で着てるので、そうおしゃべり会で着る服かレッスン着しかないそう、服が少ないからそうなんですよ。逆に今年の冬とかおしゃべり会なかったから一着も服買ってないそうおしゃべり会がなきゃ私服買わないんだよね。そうだから今年の冬本当に服一着も買ってないけど、普通にのほほんと過ごしました。そうすごい大事な用とかじゃなければ、トレーナーにズボンとか適当な服にコート羽織って出かけるから、全然なんかおしゃれな服で出かけないんですよ。でもそれにも理由がありまして、メイクしないんですよ。そうメイクただめんどくさいからしないとかじゃなくて、すごい肌が弱いので、休みの日ぐらいは何も塗らないでおこう精神で、何も塗らないから、何も塗らないようにしてるから、メイクしないってことはそんななんか可愛い可愛い服着ててもさっていう感じじゃん、不釣り合いになっちゃうじゃん。だから、適当な服を着るしかなくてっていうことなんです。そうなんですよね。今日は飯しかしてない。でもね、ショールームだから正直ね伝わんないけどね、メイクちゃんとしてても分かんないでしょうん、綺麗な二重だって。ありがとうございます。そう、やっぱアイドルやなだってあはははははあはははは、メゾピアノ思い出した。誰か聖地巡礼行ったかな。だってどうですか、行きましたか、メゾピアノメゾピアノ行った方いますか入り口までならだって入り口までなら行けたのね、ありがとうございます
私の小学生時代の服、メゾピアの、大体メゾピアの、はい、でした。そうなんですよ。メゾピアノの存在を今知りましたって。そう、私が配信でぜひ、私が小学生の頃着てた服メゾピアノなのでみたいな話をしたんですよ。メゾピアノ、そう、でもね、そうそう、でも結構それはアイドルに入る前にフリーマーケットで売っちゃいました。多分おそらく値引いて1着100円ですみたいな。ちっちゃい頃の服は着れなくなって売っちゃいましたね。切ない。寂しい。メゾピアノさん、そう、でもね、ファンの人でリリカちゃんの幼少期の服なんだなって思って持ってる人がいるかもしれない。まあいないと思うけど、いたらおもろいよな、持ってますよって。リリカちゃんの幼少期の服持ってる人がいたらぜひ着てきてください。いたら面白いな。いたら怖いぞだっているんじゃない。いたら面白くない。来年の福袋に入れようだって。来年の福袋、私の幼少期の服、おもろ。ふふふふふふ。でもちっちゃい頃何ハマってたかな。ちっちゃい頃ね、でもね、何ハマってたっけな。一輪車に一時期ハマったりとかしてた。一輪車、うん、とか一輪車とかローラースケートとか、あースライムにもハマったわ。スライムとかスクイーズとか、それハマったわ。あとなんだろうね。でもなんだろうね、あと何があった、それぐらいか。今何歳なんですか。15歳です。
15歳です。ベイブレードハマらなかったんだよね。うん、遠目からなんでそんなコマを回しているんだろうなと思ってた。でもハンドスピナーみたいなのも流行ったよね。私もあれは持ってなかった。うん、みんな回してるなと思ってた。こうやってさ、なんか回るやつ。お祭りでさ、まあなんか中くらいの賞500円ぐらいのくじでもらえてた、ハンドスピナー。私も1個持ってたっけな、覚えてないや。全然ハマらなかった。そう、ハンドスピナーは、あー回ってるな、スマホ見た方が面白いかもってしてました。動画見よって。うん、皆さんはハマりましたか？ルービックキューブ私できないよ。あれはできません。あ、ヨーヨーね。なんかさ、シュシュンみたいなさ、中に糸が入ってる、なんかすごいなんかテクノロジーみたいな感じの見た目のヨーヨーとか一回流行ったよね。わかる、友達の家で見た、すごいなーと思ってた。ルービックキューブ簡単に揃えられるやり方最近ネットで見た。だってすごっ、そんなルービックキューブ簡単に揃えられるやり方なんてあるんだ、すごいですね。それはすごいわ。私もそんなの知りたいな。そんなの知りたい。AI が揃えてるの見た。だってすごっ。AI さんすごっ。AI 様様ですね。ある4行ほどを16回やると揃うらしい。どういうこっちゃどういうこっちゃ。順番が決まってる。わかりまへん、順番わかりまへん。そんなすごいやり方があるんですね。わかりまへん。わかりませんね。NGT の楽屋にルービックキューブある。ある?あるか、あるわ、ありました。マフラー編んだことあるよ。でもね、でっかい毛糸で編んでたからね、あんまりね、あったかいマフラーにはなんなかったから、正直この前断捨離してて捨てました。
いらんなって思って捨てました。毎年毎年マフラー作ってて1年に2個作った年もあったから、なんかめっちゃ手作りでなんかあんまりつけれないマフラーがたくさんあって、あー無理だこれと思ってめっちゃたくさんマフラー捨てた。そう、めっちゃ短くて細いマフラー捨てました。そうなんです。お宝じゃないよもう。でもね、同じあの学童保育で同じ学校のあの学童なんか放課後のあれで作ってたから、だから私と似たような系統で作ってるマフラーをしている子が何人もいました、同じ学校に。そう、かぶるかぶるでね。うん、そう、めっちゃみんな周りと被るから、普通にこれ小学生だし、なんか普通になんか普通のマフラーしてる方があったかくねって思ってました。途中それ捨てる時にこれ普通のの方がいいっしょって。女子は被るの嫌がるよね。だって私はね、どっち側だったっけな、かぶって気にされるのが嫌だったかも。そう、あの子かぶるの嫌いな子だみたいな、わかるんだよね。なんとなんかね、そう、小学生なりにわかるんだよ、この子はかぶるの嫌な子だしこの子は気にしない子だなみたいな、小学生なりにわかるっちゃわかるから、そう、周りのその子が怖かったな。そう、同じだけど気にしてたらどうしようとかは思ってた。そう、かぶるっていうことはつまり今後のあの小学生的な人間関係どうしようかみたいな。そう、小学生の中でもそういうちっこいことの重なりで人間関係というものがさ、できていくわけじゃないですか。そう、だってさ、私はあんまりシール交換の時代じゃなかったけど、シール交換の時代にさ生まれてた小学生の方たちはさ、なんていうか気を使ったりとかするわけじゃん。なんかどうしようどうしよう、あんまりあげたくないけどしょうがないかとかさ気を使うわけじゃん。なんかこれから仲良くするためにあげておいた方がいいよねとかさ気を使うわけじゃん。そう、ここで断ったらなんて思われるかなとか思うよね、小学生でも。あーでも小学生でも男の子はそういうの考えないのか、なるほどね。うん、確かにずっと男の子は小学校から中学生の時まで、小学生から中学生の時までドッジボールドッジボール鬼ごっこ鬼ごっこドッジボール鬼ごっこっていう感じでした、確かに。うん、あんまり確かにね趣味とか変わってるイメージなかったかも。ずっとドッジボールドッジボールドッジボール鬼ごっこ鬼ごっこみたいな。犬が吠えてる。うん、男の子に生まれたかったですか、だって難しい質問ですね。そう、男の子に生まれてたら、アイドルになれてたかって言われるとわからないわけじゃん。
だ新潟にアイドルの事務所とかなんかグループとかないし、アイドルになれてたか分かんないしね。難しいところですよね。アイドルになるんだったら女の子に生まれてた方が、新潟に生まれたらやりやすかったかも。まあ新潟に生まれたらの話、東京とかで生まれてたら正直どっちでもいい、アイドルできるから。うん、そう、地元になきゃねできないもんね。そう、ちなみにどこで生まれたかった？だって、アイドルやりやすいところ、自分のなりたいグループのアイドルで入りやすいところに生まれたかったかな。まあ、もし来世アイドルもするんだったら、来世もアイドルするとすれば、でも私は NGT に奇跡的に入れたけど、うん、もしも NGT で何度も落ちて他もチャレンジしようってなっても、新潟だからあんまり他ってないじゃん。そう、他にチャレンジといっても NGT 以外はある程度メジャーなところってどこって感じじゃん。そう、だから、でも私は奇跡が起きたので新潟で生まれてよかったなと思います。うん、全然オーディション受けた時受かると思わなかったなと思いますね。奇跡じゃないよ、だって奇跡じゃないの奇跡じゃなかったらなんだろうねなんでったんでしょうか。必然だったんじゃね。確かに、なるほどね、そういうこと。キエーキエーとか言って NGT になれてよかったですね。でもね、割とね3期4期で間が空かなかったから、私3期で落ちてたとしても4期で受けてたかなとは思う。受けれる年齢になって NGT に、受けれる年齢になったのが3期のタイミングだったと思うのね。他のタイミングで受けたことはなかったけど、だからなんかそっからはもうずっと受けてそう、私のことだから。そう、3期4期5期6期とか受けてたかも。20歳とかまで受けてそう。そう、2期オーディションみたいな時は多分年齢が無理だったはず。
さみー。2期生さんのオーディションの時はうん、そうだよね、9歳とか10歳とかそういう感じかな、多分そういう感じかな。うん、2018年何歳だろう。NGT は満12歳以上だっけ。だってえどうなんだろうね。でもなんか最大の年齢とかはなんか3期と4期で変わってたりしたから、え、ね、なんかその年で変わっていってるのかな。どんなもんなんだろうね、わからない。9歳10歳は押せないだってまあまあそうですよね、まあそうだよね。アイドルっていう感じでやってたら確かになんかそうだよね。でも10歳の頃はそんなにアイドルになりたがってなかったかも。3、4歳ぐらいの時にアイドルになりたがって、3、4歳んとかそんぐらいで、小学生ぐらいになったところからアイドルになりたいとは思わなくなって、ポケーっと過ごしてたらお母さんがオーディション見つけて受けてたぐらい。うん、途中からアイドルになりたかったことは私は忘れてたタイプ。うん、ああ普通に保育園の先生とかなろうかなと思ってピアノもやってた。そう、でもね、そんなになんか、うん、アイドルアイドルってアイドルにこだわってなかったからね。すごい小学校高学年ぐらいになるとアイドルになりたいみたいな言ってる人周りにいないし、うん、そう忘れかけていた。けど慣れてよかったね。でもきっと3期のみんなはアイドルアイドル自分の結構意思でアイドルになった子が多いはずなんだよね多分。私はアイドル、ああちっちゃい頃になんかプリキュアみたいな感じでのなんかなりたかったよなぐらいだった。そうちっちゃい頃のアイドルになりたいって言ってもプリキュアになりたいぐらいの感覚。そう私はピンクのプリキュアがいいな、水色がいいなみたいなそういう感覚、アイドルになりたいっていうのはそういう感じでした。プリキュアのオーディションがなくてよかったなって
ね、プリキュアのね声優さんになることはオーディションとかあると思うけどね、なかなかプリキュア本人になるオーディションっていうのはねあんまりなさそうですよね。まあショーとかの中の人になるのはありそうだけどね、なんかイオンとかショッピングモールとかである、あの遊園地とかね、そういうやつのなんか着ぐるみの中の人のやつとかはありそう。あ、ヒーローショーか、それそれ、ヒーローショー。何かそうなれそうだよね。そうは思う。でもさ、ああいう着ぐるみみたいの中ってすごい暑そうだよね。すごい中に扇風機とかついてるのかな、夏って。冬はまあ大丈夫だけどさ、夏はちょっとさ苦しそうじゃない、あれ。う、暑いってなりそう。あ、エアコンついてるんだ。あー、よかった。まあそりゃエアコンついてなきゃ暑すぎるよね。でもあの着ぐるみとかってさ、手が短いキャラクターが多いじゃん。手どうやって入れてるんだ、こうやって入れてるのかな。こうだってこうやって普通に手伸ばして入れてたらさ、わあ、なんかちょっと動かないよ。こうやってさ、こうやって動かしてんのかな、手を。手が短い系のキャラクターとかはどうなんだろうね。こうやってどうなんだろうね、どうやって動かしてんだろう。着ぐるみによる。でも棒とかでも動かしそうだけどね、こうやって。どうなんだろうね。中で棒みたいなもので動かしましたって。あ、やっぱりそうなのか。なるほどね。でも物によりそうだよね。でも結構知らなかったですね。なんか 目の上になんかついてる。一度はやってみたい。だってわかる、入ってみたいよね。足元見えないから大変なのよ。だってそれ足元見えないで歩く、それもなんか重たいっていうこと。それは結構きついね。それはきついわ。はい、夏大変。確かに夏は大変だね。
ふえふえ。バンニャイはほとんど前が見えないらしいだって。そうなんだ。でも確かに周りになんかスタッフさんみたいな方がね、なんかバンニャイの隣をいるもんね。ひゃ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 。でも着ぐるみ私も着たいね。でもなんかおしゃぶり会でなんかそんな本格的な着ぐるみではないけど着てた一回ね。羊だっかな、羊。そう、羊を着ていました。私はあー招き猫も来た。はるかさんの招き猫と羊、意外と熱い。羊の方はそう、羊はねモコモコしててめっちゃ生地が熱かったんですよね。だいぶ熱かったです。犬、犬か。犬ね、可愛いのがあれば犬も着てみたいな。そう。でもね、新しいシングルが出て、おしゃべり会がまた始まる時期っていうのがいつになるかにもよる。それがめっちゃ真夏みたいなタイミングとかで出たらもうちょっと着ぐるみ着るのはだいぶ後になりそう。まあでもどう、まあ生地が薄い系だったらまあ着るかもしれないけど、でもだいたい着ぐるみって通販で買うからそんな生地の厚さ薄さなんてわからないけど。オフラインデビュー？でもさ、それはさ、なんかちゃんとしたしっかりした私服がいいか、普通にいつも通りのね、それともなんか企画なんていうの、なんか普段通りじゃない系がいいか。でも一番最初は普段通りで着てみたいけどね。最初の本当に最初の一部は普段通りがいい気がしてる私は。なんか最初でさ、一番最初なわけだからさ、あと15分だって。うん。あと15分です。オフライン楽しみ？よかった。でも今普通にオフラインじゃなくてさ、あれで実際に会えるけどね、サインとかさ、チェキとかさ、なんでも。あと劇場で あるやつなんだっけな、劇場で、そう、
権利持ってないとだから、だって確かにチェギもサインも当たりませんだって当たらないんですか、それはショック。でも劇場の開放みたいな日があれば、そう、よしよし、そう、公園でね、ぜひ最善を、最善に来れば私が近くで見れるはずなので、普通にね劇場はね、すっごい近くで見れるので、コンサートとかと違って、だからぜひ劇場で見てきて、見てみてください。でも劇場のさ、お見送りもあれなんかおしゃべり会とかそんなようなもんな気がするけどね、ちょっと遠い、ちょっと距離が遠いおしゃべり会みたい、オフライン、そんな感じがするよね。そう、ふえうん、結構前の人の歩くスピードにもよるけど、話せるっちゃ話せるもんね、結構。お見送り、リリカさん前にすると緊張で話せませんだって、嘘でしょ、緊張ですか。でも確かにさ、お見送りでさだけでさ、なんかとか、なんか適当な、なんかハンドサインだけでさ、なんか通り過ぎちゃう方とか結構いるんですよ。あ、あーあーって、そう、ハンドサイン、ハンドサインで通り過ぎる方結構いる。そう、な、何があるっけな、いいねみたいな人もよくいるし、そう、あ、俺だだってそう、これがね、たくさんいます、これでバイバイな人。そう、ハンドサイン、うん、そうそうそう、ふふ、その他の気持ち分かりますってでもさ、普通にさ立ち止まってさ話せないんだったらさ、全員と話すって結構無理だよね。その隣の前の子とさ長めに喋ったら次のことは喋れないじゃん、普通に。だから難しいよね。普通にメンバーとメンバーの間が狭いのかなとも思うけど、研究生公演の時はお見送りで立ち位置が、なんか立ち位置の順番は決まってないんだけど、端から数えて何点何、何点何、何点何っていうのが、研究生公演の時は8人だったから決まってたんですよ。そう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 、だからそんなになんか喋れないことはなかったけど、思い出いっぱい公演はお見送りの立ち位置が決まってないから、もしかしたらその日によってはメンバーとメンバーの間がめっちゃ狭い日があるかもしれないもしかしたら。そうなんですよ、10人なのでね。そうなんです、毎回数人とは目が合わないことがある。あー、それは辛い。そう、みんなの声がするからさ、もうアイドル側からするとありがとうございましたの回がもう終わってて、次の人に目がいってるとかあるかもしれないよね。そうだよね、難しい。
うん、最初は話せるんだけど、最初の一人は話せるけどね。そう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 。今年はお見送りでリリカさんと話すのが夢。嘘でしょ。話すのに、話すのにとか言ってもさ、私から話す内容をさ提供するにはさ難しいよね、お見送りだから。その数秒なわけだからさ。私は話せるとして、なるほどありがとうとか、その返しができるかなぐらいのね秒数だから難しいよね。フライドポテトの話する、あーいますね、フライドポテトの話をするファンの方。そう、鍵締め、あー鍵締めの方はみんなと話せるよ、特別に。そう、でも最近は撮影の権利みたいなのがあって、お見送りを撮影できるみたいな、その人が結構鍵閉めできる、それがその件があれば確実に鍵閉めはできるはずなんですよ、その件を持ってる方が一人であれば。そうだったらみんなにバイバイってしてもらえるかもね。そう、うん、そうだよね、基本認知あるか次第。そうだよね、メンバーから認知があるかないか。そうそう、そう、鍵閉めね。最近ハマったばかり。あー、リリカ様認知あるかな、どうだろうな。でもね、基本私のおしゃべり会には、おしゃべり会に来てくださってて劇場にも来てくださってるみたいな、どっちも行ってますみたいな方は認知してるけど、劇場だけでリリカ推しですっていうのを示してくださってる方もいるんですけど、それも結構たくさん、その割合も多いんですけど、それだとなかなか結構名前と顔の一致で認知は厳しいかもしれないですね。そう、顔で認知はしてるけど名前はわからないっていう状況には良くなるかも。そう、顔だけでは、あこの人は私を推してる人だなとはわかるけどね。そう、おしゃべり会に来ていただければ覚えれるかなって感じ。そう、名前と顔が一致で、そう何回か来ていただければ覚えれるかなっていう感じ。そうですね。え、私の時計もしかしてずれてる、これ。あ、55分だ。普通だったな。じゃあ壇上読もう。え、なんかすごいスマホ傾いてる。じゃあ、あ読みます。13位ガンタさん、12位ヨッシーさん、11位ショウさん、10位カキヒコさん、9位マシュマロさん、8位愛媛みかんさん、7位ベロさん、6位翼欲しいさん、5位タカラさん、4位リエちゃんズさん、
3位マーチさん、2位マッチョさん、1位近藤和弘さん。よし、ありがとうございました。という感じでした。今日はありがとうございました。はい、次はいつ配信しようかなという感じです。ではまた公演やら何かで会いましょう。ではバイバーイ。